チャンネルの中の中人ゆうきです、えー。今回はですね、えー、とあるで Twitter、ねえー、の方を見てましてですね、えー、そちらの方で、まあ、ちょっとあ、まあ、個人的に議論になったことがありますので、そちらの方をです、ねえー、皆さんと一緒にまあフォローという形でね、えーまあ、フォローというかね、えー、シェア。 ですね。シェアしていこうかなという議題がありますのでね。えー、皆さんと一緒にまあお考えいただけたらなというふうに思っております。えー、それは何かと言いますと、まあ、トランプとかね、コインとかね、まあ、いろんなマジックがあるわけなんですけども、そのマジックを行う上で、 ギミックというのがあるんですけども、そのギミックに関して、まあ、ありかなしかについてね、えー、ちょっとした、まあ、議論というものですね、えー、マジシャン・シンゴさんという方がですね、いらっしゃるんですけども、そちらの方ですね、えー、ツイッターで少し議論を行っていたところです。えー、っとですね、私はですね、えー、まあ、ギミックはね、えー、使わないんですけども、ただ、えー、反対というわけでもないんです。 うん、逆,逆に賛成というわけでもないんですね、えー。どういうことかというと、私はギミックに関してはですね、慎重派。 と言っていただきたいなというふうに思っております。賛成派でも反対派でもないし、むしろ慎重派、えー、どういうことかと言います。と、えー、まあ、ギミックを使うのに関してはね。もちろんいいことだと思います。まあ、ギミックを使うとね。まあね、あのー、まあ、ギミックなしでできなかったことがね。できるようになったりとかね。は幅,幅マジックの幅がね。広がるという上ではすごくいい点だとは思います。 しかし、えー、ギミックをね、あの、あまりにも使いすぎると、まあ、逆に良くないんじゃないかなというふうに思います。なぜ、えー、多くね、あの、多く使ってしまうとダメかというと、自分の基本がね、悪くなってしまうからですね。まあ、私見てもそうなんですけども、も、ま、う、あ、私はなるべくギミックを使わずにね、やってしまってますから、あの、自分のね、技術を磨くために、まあ、ギミックなしでね、 えー、スライハンドで、まあ練習してるとかね、本番でやってるわけなんですけども、まあ私自身がね、まあういとか下手とかね、まあっていうのはな、えー、まあなくて、まあ言ってしまえば私あんまり上手い方ではないんですけども、あまああの、キミックなしで、まあ,あれね、えー、まあ自分の、えー、まあ、 技術といいますかね。まあ、実力を磨いていこうということです。まあね、えー、たまにギミックありでね、マジでこうやることもあるんですけど、まあほとんどは本当にギミックなしでやっています。まあ、自分の技術をまあ磨くためですよね。で、ここで皆さんに聞きたいのは、えー、まあギミックありかなしかってことですね。えー、ということでね、えー、今回 YouTube のコメント欄を使いまして、えー、コメント欄とね、えー、そういうのを使いまして、ギミックありかなしかについてね、ちょっと議論していきたいなというふうに 思っております、えー、コメント欄にですね、ギミックありかなしかっていうのですね、ちょっとまあコメントで打っていただきたいんですけども、まずギミックありだなと思った方は高評価、ギミックなしだなと思う方は低評価ボタンを押してください。それ以外の方はですね、まあアンチに関するまあ低評価、高評価に関しましては、今回はですね、また取り除かせていただきたいと思います。そうするとね、これね、調査にね、影響が出ますので、えー、ご了承いただきたいなと思います。えー、このか この結果を踏まえてね、またマジシャン・シンゴさんとですね、まあ、議論していきたいなというふうに思っております。まあ、マジシャン・シンゴさん以外にもですね、まあ、マジシャンって結構たくさんいらっしゃいますから、そちらの方とね、いずれ、まあ、コラボする予定でございますから、そちらの方でですね、同じように、マジックのギミックはありかなしかについてですね、議論していきたいなというふうに思っておりますので、ね、そちらの方もお楽しみいただければなというふうに思っております。 はい。ということでね、今回の動画少し短いですが、この辺でお開きとさせていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もご覧ください。